どうも、ともゆきこれ、ラックン、コンケン、ココメ、いらっしゃいね。さ、ちゅうた、カジカジ、いらっしゃいね。ドナルド・トランプ、アムロ・レイ、スケルトン、ワダッチ、いらっしゃいね。ヤスリ、ハット、キャロコ、ケンケン、一足、カオリンゴ、カズ、いらっしゃい。はい、ってことで、破天荒放送ですけど。やっぱ、目に見えないものは難しいね。目に見えるんちゃう。画面ちょっとカメラちょっと映んねえから、ごめんね。目に見えないものは難しいですけど。リリー、いらっしゃい。いや、喉治んねえな、ぐっちいらっしゃい。さっきの野次馬ぐらい。まあ、ああいうのに対応しちゃうから俺がいけないのかもしれない。いけなく感じるのかもしれないけどね。ああいうのに対応しちゃうから、本当は。まあ、今まで散々言われてきたからな、俺も我慢ができねえ部分もあるからね。ね、ポンチューやらないやら、いまだに薬やってるやら、何言う、結衣が騙されてる、ね、騙されてるやらなんやらとかさ、散々言われ続けて、他の配信者も言ってきたわけじゃん。だろ？そんなこと言われてさ、我慢できるわけないじゃん。俺がどうこうじゃねえんだよ。相手のことを悪く言われるから気に食わねえだけだ。それを非難してるだけだ、俺は。そのくせ俺にヘイトが向くんでしょ。本人から。そんなことはでも本人が分かってくれるよ。そのうちね。それだけだ。分かんなかったら分かんなかったらそれまでだろ。別にどうでもいい。俺が嫌われようが何しようがどうでもいい話だ。本当におもちゃにしてる人間は誰だか分かるだけだよ。リスナーだったり他の配信者だっていうのが分かるだけだ。そこに気づけって言ってんだ、俺は。ねえ、リリーね。本当に。おかげで喉も治んないよ。熱く語りすぎちゃって。まあ、あと、バカなさ、あちらさんの元か恋かよ、空気入れるだけだろ。どうでもいい。まあ、俺はね、最近ちょっと幸せなので、ごめんね、幸せの出来事がありまして、幸せなんですよ、俺は。今ね、楽しみができたから、楽しみが。楽しみができたので、もうそちらの方にね、楽しみを移行し、やってきますよ。あとちょっと配信に対してやる気出したいなと思うけどさ、配信もちょっと慣れてきてるからさ、早く風直して配信やる気出したいなと思ってますよ。隠密行動、隠密行動。そうか。早く治りてえな。風、雨降ってるしな、今日な。いや、楽しみはできたんだよ。タツイコいらっしゃい。楽しみはできて。もうね、今、どうでもいいな、そんなね。くったらねえこと。なんか人生のよ、人生の一時の時間だろ。どうでもいいよ。達人いらっしゃい。本当に。陽明製造、製造生姜蜂蜜のど飴。何それ。どうした、リーリー。それがいいっていうの。たかしいらっしゃい。その陽明酒製造の何、生姜蜂蜜のど飴がいいと。優しいね。俺ぐらいいらっしゃい。さすがリーリーだよ。優しい。その飴がいいってことね。マシュいらっしゃい。絶対飴舐めないけどね、俺。買いに行くのがまずめんどくさい。1。もう人として終わってるからね。あ、NG ワードさんいらっしゃい。タバコと暖房と乾燥と配信で喋りすぎのコンボを毎日でも。そう。休ませて。2日か3日ぐらい休めば治るような気がするけどね。なんかもうさ。2日か3日休みは治る。今まで通りの放送でまた楽しみができたらなら、リスナーたちと共有して楽しみましょ
今まで通りの放送でまた楽しみができて、できた。ありがとうございました。できたけど、ING ワードさんいらっしゃい。できたけど、闇が深い。それ時間かかるんだね、これ。自分が本当に楽しむためには時間かかる。大変なの。まあ、新しいものを配信では作っていきますよ。あ、来週ちょっと出かける。どこ出かけるよ、みんな。どこ出かけるか。ちょっと思ってるのは、これいいのかな、これ。いいのかな。温泉巡りしようかなと思ってるんだよね。温泉巡り。ユリアいらっしゃい。まあ、外配信をしながら、外配信をして、まあ、最終的に温泉泊まるんだけど、温泉じゃ配信できないから、アランドレアして、その温泉地域のいいところ巡りをしようかなと思って、まあ、最終的には温泉泊まるんだけどさ、俺はさ、そうしようかなと思って、まあ、特に地方都市だと、ね、まあ、そのリア凸とかもないだろうし、あんまりないだろうし、まあ、ほぼないと言ってもいいだろうし、ね、変な隠し撮りだったらそういうのもないだろうし、いたずらもないだろうし。だから、まあ、東京都内とか、この神奈川とかね、そこら辺だと、まあ、ね、なんか配信やりながらなんかやると、いろいろ人が多いので、邪魔が入ったりとか、ね、そういうのもあるけど。そらいらっしゃい。まあ、ちょっと、やろうかなと思って、財力はあるから。ちょっとね、ちょっとした遊びぐらいの財力はあるから、まあそれやろうかなと思ってて。神奈川県、いや関東はね、危ない。北関東とかさ、東北、中部とかじゃないと。関東は全体的に危ない。変なやついるから。温泉巡り。巡るのは俺だけど、温泉を巡るのは俺だけど、温泉地域の観光？温泉地域の観光？例えばだとだけど、伊香保とか鬼怒川とか。近場ならば、バック行きらっしゃい。ハム太郎さんいらっしゃい。伊香保、鬼怒川。ここちょっと行こうかなと。まあ、近場でしょ。伊香保も鬼怒川も。ここら辺のちょっと探索じゃないけど、そういうのをやりながら、旅館とかああいうホテルとかでは放送ができないだろうから、まあ、そこでは放送なしで、写メ撮ってツイッターにあげるぐらいにしてやろうかなと思ってるんだね。箱根、いや、伊香保と鬼怒川だね、とりあえず。大江戸温泉行ったことある。前の彼女と行ったことあるわ。大江戸温泉。落ち着かねえな。なんかお祭りみたいになってるとこでしょ？屋台みたいになってるとこでしょ？まあ、落ち着かないよね。まあ、皆さん、人は一人じゃないから。絶対ね、誰かがね、絶対いる。大江戸温泉ちょっと面白くないな。架空温泉は面白いかな。炭入れる前に言っときたい。そうだね。炭入れる前に言っときたい感じだけど、炭入れても問題がないような気がするな、多分。今ね、別にね、温泉地域ね、炭が入ってたらダメですよっていう場所も、だんだんと少なくなっているのかな。だんだんと。場所によっては、炭が入ってる人がダメだっていう人は入らないでくださいって書いてある場所もあるらしいよ。だね、もう、昔はさ、炭を入れてるって言ったら暴力団関係者とかそういうイメージだったけど、今はもう
その入れ墨を入れることがファッションでもあるじゃん、要彫りとか。だからそういう考えが古いんだろうな、だんだんと。古いんだよ。だからまあ大丈夫なんじゃないですか。そうそう、まあ海外の人たちがね、オリンピック、今年オリンピックイヤーしよう。だからそういうのもあるから、そういう外国人だっていうか、温泉入れないと、炭入ったりとかしてもいるのに入れないと売り上げに響くでしょ。まあ変わるんじゃないですか、いろいろと。気をつけいらっしゃい。家族風呂とかは、とか昔は入れ墨あると使わされてた。あ、そうなんだ。あ、そんだ、そうだ、そうだ。思い出した。あのね、ちょっとみんなに協力してもらいたいことがあるのよ。前もって言っとこう。前もって。協力してもらいたいことがあるのよ。皆さんに、ここに来てるリスナーさんに。そうそう。協力してもらいたいことがあるんだよね。今月の末ぐらいに、配信 OM イベントっていうのがまたあるんだな。配信 OA イベントっていうのがあって、で、150万ポイントを超える稼ぎがある人は出れない。だから俺出れないんだな。俺出れないんだけど、ちょっと応援してもらいたい人がいるのよ。応援してもらいたい人が。3日間ぐらいのイベントだから、応援してもらい、無料アイテムを投げてもらいたいね。そこに。うちのリスナー300人とか400人とか多いとこやと500人、600人いるでしょ。だからそれに応援してもらいたいの。3日間だけ。無料アイテムだけでいいので。100人いれば300集まる。200人いれば600集まる。そうだな。300人いれば900集まるから、無料アイテムが。皆さんがお金が1円もかかんないので。無料アイテムだけで応援してもらいたいの。まあその中にね、そこの囲いさんが有料アイテムとか投げてくれるんだろうから、うちができることはもう無料アイテムで応援してもらいたいのね。そうそう。で、今来てるリスナーの中に、その応援してもらいたい人がいるのよ。この人、このリーリさんって人。このリーリさんって人なんだけど、そうそう。まあ、俺が知ったら、もうそもそもネムネム経由から知ったの。ネムネムから。ネムネムから知ったリスナーさんなので、あ、リスナーさんとか配信者なので、この人を応援してもらいたいのね、今回。で、面白いと思えば、まあ別に放送を見ればいいしさ。まあ応援してもらいたいんだよね。今回は、それ一本に絞るから。いろんな配信者に絞っちゃうと、ばらけちゃうから。ちょっと、配信者の活性化っていうか、仮想配信者っていっぱいいるんだけど、そういうのに目が向かないのが、このふわっちなんだよね。本当に低いところは、10人ぐらいとかしかいないところっていうのは、あまりね、みんなも探しづらくて目につかないんだよね。だからこの配信応援イベントっていうのをリリーさんが今月やるので、まあその時にまた 誘導するけど、まあ応援してあげてください。そうそう、仮想枠を盛り上げることによって俺らも上がっていくから、絶対に。下を持ち上げないと上は上がらない。上だけが持ち上がってる状態っていうのは、まあ天井が見えてしまうので、下を持ち上げることによって全体的な底上げになるので。原田いらっしゃい。仮想枠盛り上げたいね。盛り上げたい。どんどんやっていこうと思ってる、仮想枠を盛り上げることは。なんで、まあ皆さんね、協力してください、その際は。リーさんは、ユイガリスナー流れ来てきて大丈夫です。全然平気です。まあ、体験していただきましょう。ね。100とか200とか300が一斉に流れる状態でどういう反応を示すのか、感じていただきましょう。ね、その中で、そこの放送に居座るリスナーって出てくるだろうし。
ね、見たことがない世界を経験するわけだから。ある放送では誘導枠取ったら携帯電話ぶっ壊れたらしいよ。無料アイテムが投げられすぎて携帯電話ぶっ壊れたらしいよ。バグっちゃって無料アイテムが飛んでる何エフェクトしか出なくなっちゃって携帯電話ぶっ壊れたらしいから、残念なことに、未知の世界を見せてあげましょう。本当やばいからな、未知の世界。俺のパソコンで配信やってるのもバグるからね、エフェクト。やっぱいっぺんに来ると。楽しみだよ。そこの驚く姿が。あれ、なんだっけ。私が大江戸温泉物語連れてってあげよう。誰を？なお。誰を連れてくんだよ。その時誘導で一気、そう、それが面白いんだよ、ケンケン。ね、ユイカからユイカからっていうコメントが流れながら、無料アイテムが流れて、それをね、初体験するわけじゃん。ね、あまり閲覧がない配信者が。その時のリアクションって言ったら面白いぜ、マジで。突然来るもんだからパニクるしな。リーリーマイケル、あ、リーリーのことを大江戸温泉に連れてってあげ、ナオンが連れてくの。連れてってあげてください。ダラダラとメガホン。いいじゃん。その加藤にとっては閲覧が一でも増えることは嬉しいことだからね。突然のバブルにビビるよ、俺だってどっかから一気に流れてきたらビビるもんな、ビビるよ、っていうかもう昼じゃんねえ、俺寝てねえんだけど、どうでもいいけど、皆さんのおかげで、寝てねえんだけど、なんかぼーっとしてたらさ、なんか寝れないままずっと来ちゃったよ、本当にぼーっとしてた、夜まで起きて昼夜逆転を直そう、いいことだけどね、夜放送やる人多いじゃん、ぶつけたくなるんだよね、なんかね、負けてられねえなと、24時間のうち20時間放送してえな、マジで毎日もうどの時間やっても俺がやってる、チキいらっしゃい、こいついつ寝てんじゃねえのっていうぐらいやりたい、ああ調子悪いな、こんなことやってっからさ、いつまでも喉は治らないんだろうな、マック誰か買ってきてくんない、ナオン食いて、これから違う楽しみ方を思い切り楽しみください。好きだけど、ありがとうございます、花火。ありがとう。近くなら届けたい。ユリは遠いもんね。ユリは遠いとか東京ってのかしか知らないけど。大体近くなら届けたとかさ、言う人ってさ、大体届ける気はないよね。遠いから言うんだもん。茨城から持ってったら、キンキンに、いえいえ。大体そういう気持ちがある人って、遠いから言うもん。うわぁ、ダメだ。新宿遠いって遠いよな。1時間かかるからな、1時間ぐらい。うちさ1時間ぐらいかかるか。いやー調子悪いな。
カラーコーンの人なら近い人の、ああ、よく覚えてるな、昼な。さ、カラーコーンの人どうしよう、俺。まだカラーコーン届けてねえんだけど、これ届けていった方がいいよね。すっげえ邪魔なんだけど、このカラーコーン。カラーコーンだけでさ、テレビ1台分ぐらい埋まるもんな、置き場所が。すっげえ邪魔。まだ段ボールに入ったままカラーコーン入っていくけど。どうしよう。届けに行くのもちょっとめんどくさいよね。うちんちのさ、アパートのさ、駐車場のところ置こうかなとか考えてるもん、マジでカラーコーン。んなもん。